ピールした井上康生、あれから7ヶ月、世界選手権の連覇、そして3年後のアテネに向けて井上康生、いよいよ本格的にスタートを切りました。1回戦の相手は小材です。左で奥襟を取りに行きます。白の小材、組手は井上が右、小材が左の組手になります。一瞬今内股に行こうとしましたが小材警戒しました。まあ、世界中がこの井上康生の内股にはかなり注目していますが、今年のハンガリー国際でもやはりオール一本勝ち、文句のつけようがない見事な優勝でした。世界でいてもですね、はい、まあ、白の小材みたいに徹底してですね、こたせないできますから、はい、そこをやっぱ頭に入れて試合していたんですね、はい、今あの白の小材が組まないということでですね、はい、指導の反則を取られました、はい、小材だけ指導が与えられました。待て、残り試合時間は50秒を切りました。井上康生の1回戦、小材との対戦は小材に指導が1つ与えられています。懸命にコーチ、なんとか井上康生の技を封じ込めようという小材ですが、試合の流れはしかし終始井上ペースですね。そうですね、いろんなことを小材試みてるんですけど、はい、残念ながらやはりその通じないですね。さあ残り試合時間30秒切りました。前に出る小材、内股、最後は裏投げ右に返しに行きましたが落ち着いています井上。ここで試合時間が終わりました。まあ、ポイントを奪うことはできませんでしたが、はい、試合は終始井上ペース。1回戦どのようにご覧になりますか。まあ、あの井上の投げ技を見たかった人多かったと思うけども、はい、組手をうまく小材が封じて伝染したと、言えるんじゃないでしょうか。まずは無難なスタートを切りました井上康生、初戦突破です。